皆さんこんにちは、 K2 です。では今日は前奏の4ですね。前回までの動画が前奏の1、2、3と続いて、今日が続きの4番ですね。で、小節で言うと7から8小節目となります。では一度弾いてみます。はい、今日はこの部分をやってみます。ではまず右手からですね。右手から、前回も同じなんですが、ソーラレドレド、これを2回弾きますね。はい、この続きですね。この後は4番の薬指でファを一度弾きます。そして今度1番の親指でこの4番の薬指をくぐってラに落としますね。でしょうか。はい、そして2番の人差し指でドです。で、5番の小指でファです。次、4番の薬指でミ、そしてもう一度ミを弾きます。はい、で、3番の中指でレで、2番でド、1番でラ、こうなりますね。もう一度ゆっくりやりますね。ではソーラレドレドからもう一度いきます。となります。ちょっと難しいかもしれないんですが、この4番からここの ソーラドファ、ここに移るところがちょっと難しいかもしれません。レドレドが終わってから、この1番の親指ですね、もうレドレドの時にもうこの親指次くぐるんだってこう意識してください。次くぐるんだぞって。そして4番を弾いてすぐにくぐってラに落としますね。ちょっと難しいですよね。もう一度いきますね。ゆっくりいきます。ちょっとね、やっぱり右手がちょっと難しいと思いますが、しっかり練習してみてください。今度左手いきます。左手はですね、前回の動画前奏の3と一緒です。一度弾いてみますね。前回の3、前奏の3と全く同じです。これに右手を合わせて弾いていきます。ではゆっくり一度弾きますね。はい、どうでしたでしょうか。ではもう一度弾きます。ゆっくり弾きますね。ちょっとね、前回よりも難しい弾き方になってますが、練習すれば誰でも弾けるようになると思います。ぜひやってみてください。はい、では最後にこの前奏の動画1から今日やった4まで続けて弾いて終わりたいと思います。練習すれば大丈夫だと思います。ぜひ皆さんやってみてください。では今日の千本桜ピアノ初級講座は終了になります。このチャンネルにですね、
再生リストで動画の方をまとめてありますので、自分のペースに合わせて動画の方を進めてください。また評価ボタンやコメントなどもらえると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。